魂親譲り走り出したがもう後には引けぬ行くぞ勝利のゴールまでマッハゴーゴーマッハゴーゴーマッハゴーゴーゴー地球の果てまでアクセル踏んでくどい。この世にただ一つ残ったインカ部落じゃ断じて解放することはできん。我がラベリア共和国の目的はインカ文明の保護にある。決してインカ部落を奪うものではない。控え。全くその通り。文明人は信用できん。諸君は文明の生みの親がインカ人であることを忘れておる。その文明を育てたのは我々なのだ。控え。全くその通り。しかしわしはいかなることがあろうとインカ部落を解放する。ならん。ラベリア共和国政府の名においてインカ部落解放を命令する。我々インカ人は何事にも優れておる。ではインカ人に真の勇者がいるとでも言うのか。おる。誰だ。世界的レーサー、その名をインカの呪い。なるほど、確かにインカの呪いがいる。だが文明人にも世界的レーサーはいるのだ。よろしい。インカの呪いが文明人に勝ったらもう一度考え直してもよい。インカの呪いは我々民族が誇るレーサーだ。最大の勇者じゃ。必ず必ず勝つ。我々にはインカの呪いがいるのだ。ラベリア共和国からよ。なんだろう。んちょっと見せて。インカ火祭りはどうぞ。レースの招待状だ。ああ、ねえ見えないよ。なんて書いてあるの。ねえ見せてよ。こう生かすじゃない。世界の一流レーサーと一緒に招待されたのよ。うん。ただ公式戦でないのが残念だな。でも火祭りのレースなんてロマンチックだわ。いいぞ火祭りが見られる。ダメよ、クリボーはおとなしくお留守番。ふん、僕はゴー兄ちゃんに頼んでるんですよ。だね、ゴー兄ちゃん。ダメ。しかし、何か嫌な予感がする。え、どういう意味か。確か、ラベリア共和国には国際レースコースはないはずだ。そうか、そういえばないや。手紙にもコースのことは書いてないわ。おかしいわ。それともう一つ、インカの呪いが参加するということだ。インカの呪いは、長い間生死不明を伝えられているレーサーなんだ。おかしいな。おかしいな。もしかすると僕は死ぬかもしれない。ご縁にでもないこと言わないで。インカの呪いの噂は知ってるだろ。死人の山を築くと言われている不吉なレーサーなんだぜ。
カの呪いが出場した東アルプスのサファリーでの事故。そして南アメリカアマゾン川上流での事故。この川には獰猛なピラニアという魚が住んでいて、川を渡ろうとする動物は全部骨だけにされてしまう恐ろしい場所。インカの呪いが参加したレースでは必ず何人かのレーサーが命を落とすんだ。あんまり不吉なことは考えないで、いつもの号らしくないわ。なに、すごい奴がいるほどでっかいファイトが燃える。その調子。風も震えるヘアピンカーブ、怖いものだとゴー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 、ホワイトボディマッパゴン、負けじ魂親譲り、走り出したら逃げろ。助け、ほらクリオ。クリオ、また密航したな。まったく油断も隙もないわね。お仕置きでしょ、どうぞ。お兄ちゃん、すごい一流レーサーばかりだぜ。グラハムヒル、ジョン・サーティ、それにピトロ・ドリゲス、モーロ・ビャンキー。ビッグレースになるわね。私ワクワクするわ。あ、あれは、あ、覆面レーサーだ。ゴー、よく来たな。あなたも今度のレースへきっと招待されてると思ってました。うん、今ヨーロッパから着いたばかりだ。ゴー、ご覧の通りの顔ぶれだ。相手に不足はあるまい。ええ、インカの呪いとレースをするのは僕の夢でした。でっかい夢だな。だがインカの呪いと勝負できるのは多分俺だけだ。僕は力いっぱい戦うだけです。かなり過酷なコースが選ばれるらしいぞ。ゴー、頑張るんだぞ。神への祈りは終わった。我らインカ民族は永遠に栄えるである。明日のレースで優勝した者にはわしの孫娘のシルナの婿にする。おじい様、私はそのような約束をした覚えはありません。うん、都市格好といい孫娘の婿にぴったりじゃ。だが真の勇者にはどうかな。レースがなかったら婿にしたかもしれんがな。びっくりしたわ。俺が婿になってやってもいいぜ。あんたはインカの呪いに勝てるかな。彼こそはインカ民族の生んだ最大の勇者じゃ。酋長、インカの呪いは果たして来ますかな。来る、必ず来る。何を言うか、この老いぼれはインカの呪いは生死不明なのだ。ま、最後のあがき夢でも見るがいい。レーサーの諸君はインカの呪いの強さ恐ろしさを知らないのだ。よろしい、とっくと見せて死んぜよ。これがインカの呪いの家だ。ドクロの印があるのは
インカの呪いが倒したレーサーたちだ。諸君たちの顔にもやがてドクロが記されよう。お兄ちゃん。宝のありかを教えてくれ。宝のありか。インカの財宝のあり場所のことだ。そんなもの知りません。嘘をつけ。俺がこのレースに参加したのはそいつのためなんだ。やめてください。そんなことを考えるからおじい様は文明人を信用しないんです。痛い目にあのうちに教えるんだ。離してください。乱暴はよしたまえ。小僧生意気な。から挑戦状がただいま届いたぞ。インカの呪い？そんなバカな。よいか、読むぞ。世界のレーサー諸君、諸君の運命はもはや俺の手に握られているのだ。俺と競う者は必ず白骨と化し地獄へ送られるであろう。インカの呪いと競えるなら本望だ。びっくりしたな。お化けが出てきたのかと思ったよ。皆さん、車をいかだに乗せてください。嫌になっちゃうな。なんでこう骸骨が多いところなんだろう。降りっぱなしとは全くひどすぎる。見せしめなの。おじい様の命令で人々が勝手に行き来しないよう放っておくのよ。どころじゃないよ。全く行き止まりじゃないか。まるで探検に来たみたい。
こういうわけなのよ。へえ、こりゃ驚いた。都によそ者が入れないように仕掛けがしてあるの。でも私とゴーはよそ者よ。ゴーさんは特別ですね。お姉ちゃん、僕もよそ者だろ。あんたなんか関係ないのよ。お姉ちゃん怒ってんの？カンカンですよ。もう。ここが私たちの都だったのよ。ふーん、おとぎの国へ来たみたい。ほんとね、伝説の都へ来たっていう感じだわ。どうじゃ、わしらの都は。ますます我が国で保護する必要があると感じた。ピサロ、まだ諦めんな。宝石だ。なるほど、噂通りだ。やはりどっかに財宝が隠されている。ゴースさん、明日のレースには必ず勝って、文明人にも本当の勇者のいることをおじい様に教えてあげてください。うん、全力を尽くすとも。でもそのレースはどこでやるんだろう。あの山が噴火したらわかるわ。噴火？もう知らない。決める時が来た。この火山は100年に一度大噴火を起こす。今年がちょうどその100年目にあたり、今日地の底に火山島が開くのじゃ。その地底火山島がこのレースのコースになっている。その火山島を無事通り抜けることができた者こそ本当の勇者だ。火山島の距離は約1200キロ。5時間経つと出口は閉じる。遅れると永遠に日の目を見られなくなる。すごい、まさに死をかけたレースだ。心配だわ。平均時速240キロで全然知らないコースを走るのよ。あっ！忠告しておく。レース中はいかなることがあろうとインカの宝に手を出すな。手を出した者は必ず死ぬ。宝はコースの中から。そんな落とし文句に乗るこの赤トカゲ様ではないぞ。怖い。頼りないレーサーどもだ。インカの呪いはこれしきのことでは恐れんぞ。未だにインカの呪いは姿を現さないが、どうしましたかな。来る、必ず来る。強情なじいさんだ。
し。諦めるんだ。インカの呪いは来ない。あと一回火山が大噴火を起こす。それまでには来る。文明人は行く日がない。皆さん試合放棄だ。インカの呪いはどうかな。はあ、インカじゃ。インカの呪いじゃ。どうじゃ、来たぞ。わしは勝ったのじゃ。信じられん、そんなバカな。わしの勝ちじゃ、インカの勝利じゃ。Thank you.